週の日経平均、週間で958円高と3週ぶりの上昇です。7ヶ月ぶり安値だったアメリカ株が買い戻され、日銀の金融緩和継続なども好感、日経平均3万2000円を回復する場面もありました。円相場、去年10月以来となる1ドル151円台後半まで下落、対ユーロでは15年ぶり安値です。今週のマーケットニュースはこちら。 FOMC 2会合連続で利上げを見送り、政策金利を据え置きました。 ISM の悪化もあり、金融引き締めの長期化懸念が後退、アメリカ長期金利は低下し、週末の東京市場でもハイテク株買われました。通期業績予想を下方修正したアドバンテストや、情報修正も予想を下回ったとして売られたソシオネクストも大幅反発です。日銀は24年度の物価見通しを大幅に引き上げ、長短金利操作を柔軟化、長期金利の上限 1% 目処に微修正しました。長期金利一時 0.97% まで上昇、保険株の一角、昨日年初来高値を更新です。思ったほど大きな修正にはならなかったとして、株式相場に安心感が広がり、為替については日米金利差縮小しにくいという見方でドル高円安が進行、33年ぶりの円安水準が迫る中、財務官のスタンバイ発言もあり、今後の介入警戒です。トヨタの通期の業績予想、市場予想を超える大幅な上方修正でした。想定為替レート1ドル125円から141円へ、円安方向に大きく見直して値上げ効果も寄与。デンソーは今期の業績予想を上方修正、発表時は市場予想を下回ったとして大幅安に、トヨタの決算を受け反発も週末買いは続きませんでした。パナソニック、北米の需要減を受けて通期の売上と営業利益見通し下方修正です。中国は不動産不況を背景に10月の PMI 低下しています。回復の鈍さが見られました。年初来安値のファナック、今期純利益予想を小幅に引き上げ、情報修正の村田などとともに買い戻されました。一方、オムロンや住友化学は大幅下方修正、年初来安値を更新、小松情報修正も先行き懸念を重し、日本製鉄今期純利益予想情報修正も下期の減速見通し重し、ヤマハ下方修正で年初来安値更新です。で、東南アジア物価と景気も懸念されまして、インドネシア、フィリピン利上げを実施、マンダムはインドネシア事業が振るわず、通期の業績見通し下方修正、年初来安値更新です。さあ、今後の予定、今晩雇用統計アメリカであります。で、来週日銀の主な意見、米中の貿易収支などが発表されます。そして決算、木曜ソニーグループ、ホンダ、ソフトバンクグループなどが発表予定となっています。それでは良い3連休を。